本日は iMovie の動画編集ソフトを使って予告編を作っていきたいと思います。どうもこんばんは、てるです。それでは本日は iMovie の動画編集ソフトを使って予告編を作っていきたいと思います。この予告編っていうのは iMovie のもともとデフォルトに入っているテンプレートになります。でこれを使うことによって結婚式の余興であったりとか、ちょっとした CM っぽいものも作れたりとか、ちょっと面白いような動画を作ることができます。でこれはですね、もう写真と素材をご自身で用意するだけで簡単に作れちゃいます。もう本当に BGM が入って、こんなクオリティが作れるのみたいなものができちゃうので、それを今日はやり方をご紹介したいなと思うので、めちゃくちゃ初心者の方でもすぐに動画を見るだけで使うことができるので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは早速パソコンの画面で解説します。はい、それでは早速始めていきたいと思います。で iMovie を立ち上げるとこのような画面になるかと思うんですけども、こちらの新規作成をクリックします。そしてムービーと予告編とあるんですけども、今回はこちらの予告編を選びたいので、このテンプレートを使用してハリウッド作品のような予告編を作成しますと、こちらをクリックします。はい、そうするとこのようないろんなテンプレートがあります。ドキュメンタリー、英雄ドラマであったり、これいっぱいあるんですけども、これを確認する方法があって、この真ん中のこいつを再生ボタンをクリックしてあげると、こんな感じでどういうテンプレートなのかっていうのを確認することができます。物語とかで、はい、いろいろあります。ラブストーリー、レトロ、ホラー、スポーツとかいろいろあるんですけども、今回は、そうですね、英雄ドラマに行きますか。はい、これをクリックして、そして作成をします。そうするとこのような画面になって、まずですね、映像をであったりとか、その写真とかを読み込みたいんですけども、どの枚数が、どれぐらいの枚数が必要なのかっていうのを確認することができます。それはこの再生撮影リストをクリックします。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、 今回13枚必要になります。ただちょっと今回用意しているデータがですね、そんなにないんですけども、ちょっとまず読み込む方法としては、このメディアを読み込むをクリックします。そして今回デスクトップでこの01っていうのがフォルダになります。この左の三角を押すとこういうふうにフォルダが開かれます。 1,2,3,4、 これはちょっと違うんですけども、6枚ですかね。はい、もうこのフォルダごと選択して、選択した項目を読み込むと、押すとフォルダごとポンと入ります。で今回映像が 1,2,3,4,5,6、 あ、で写真1枚ですね。はい、合計7枚ありました。でこれを入れていきたいと思います。でまずはじめにこのアウトライン、ここで、まあ言ったらムービー名、そうですね、まあ言ったら映画のタイトルみたいなイメージです。ここで言うとテルフィルムズ、かっこいいですね。こういうもうかっこいいフォントが自動でやってくれてます。で公開日、もう映画ですね2021年夏っていうことですね。はいはいはい。で2020、まあいいか、この辺は。アクションのタイプ、これなんかあるんですね。冒険にしましょうか。はい、冒険、そして冒険に挑戦する。後でまだテロップは変えれるので、はい。主人公の名前がテルミーとか、はい、この辺も大丈夫です。少年、まあ少年とか少女とかいろいろあるんですけども、少年にしましょう。はい。でスタジオが、スタジオマンテルフィルムズで、今回これロゴスタイルっていうのがあって、今現在これ流れてると思うんですけど、この右上にこれが、まあ、雲のような感じですけど、これをクリックしてあげると雪山の頂上みたいなとか、輝くピラミッドがあったりとか、結構いろいろ選べます。この辺は木って何ですかね。はい、まあ木ですね。はい、街灯があったりとか、こんな感じで、はいはい、ちょっとおしゃれな感じですよね。今回だと私はこの輝くピラミッドがなんか好きなので、これにしましょう。あとはこのクレジット、まあこれ誰が監督して編集したかっていうのを、まあ例えば結婚式の余興だったら余興メンバーの名前を書いていっても面白いですね。でこれ、まあ音楽っていうのは、まあ BGM の名前とか、まあこの辺もあのお任せでやってください。まあ今回はこのままいきます。そして絵コンテ、まあここにまあ写真であったりとかテロップを変更することができます。で今回はもうこの動物、まあ可愛い猫ちゃんであったりワンちゃんとかを使ってちょっとやっていきます。でまあまあオープニングはテルフィルムズでいいでしょう、このまま。はい、まあ、このテルフィルムズをクリックしてから
この部分ですね、これをクリックしてから再生を押すと、みたいな、はい、例えばそうですね、初めにまず一回写真とかを映像を入れていきましょう。でまず初めにこの一つ目のこの風景、これをクリックしてから、このタイムライン上にあるこの映像とかを選べることができます。で今これマウスをかざすとこんな感じで黄色い枠が出てるんですね。はい、これは動画の秒数、ここからここまでを使いますよという意味です。この知ってるワンちゃんに関しては6秒しかない映像なんでこういうふうに大きくなってるんですけど、こちらの映像に関しては35秒あるのでここからここまでっていうイメージですね。例えばどうでしょう、この走ってるワンちゃんいきますか。はい、例えばこの部分を使いたい、ここから走っててマウスをかざして木がちょうど抜ける瞬間にしましょうか。この辺りぐらいにしましょうか。でこれをマウスで左クリックしてあげるともうワンクリックだけで自動でこんなに入ります。そしてここでテロップを変えれるんですが、まずちょっとイメージのこの映像見たいので再生しましょう。おー、かっこいいですね。もののけ姫みたいですね。どうでしょう、森を走る白いワンちゃんはい、ごめんなさいね、日本語はちょっとおかしいですけど、はい、再生します。走ってますね、走ってますよ。はいはいはい、なるほど。で次これ2つ目をこれまたクリックして、次はこの猫行きましょうか。ちょっとこうなんか眺めてるような感じでこの辺りで、この辺りで行きましょう。クリック、これをクリックして再生します。そうですね、森の主、森の主が見つめる先にみたいな、はい、ちょっと意味わかんないですけど、森の主が見つめてますね、はい、っていう感じです。まあ、テロップこれ後ろでもいいですね、今のだったら。はい、でちょっとまあやり方を説明すると、こちらの今入れたものがあります。例えばこれいらないなとかちょっとミスったなという時はこちらのくるんと回っているものをクリックしてあげると消すことができます。でもう一回また入れますね。はい、例えばこれ左下は何なのかっていうと、こいつを一回クリックしてあげます。クリップの使用部分を調整しますということで、まあ言ったら使いたい映像の部分を変更することができます。こんな感じでマウスをかざすともうこういう風に先ほどの黄色い枠が出てきます。やっぱりこの左の部分がええなとか、右側のこっちから使いたいなというか、これをクリックしてあげてこのまま使うことができます。はい、もうこれクリックしただけで OK です。そしてこのバツボタンを押してあげるとこういう風に使うことができるということです。はい、まあ、他にも、そうですね、例えばこいつを3つ目またクリックしてからこのじゃれてるワンちゃん口をあーってやってるところをクリックしましょう。はい、っていう感じですね。はい、森の主が見つめる先に2匹の野良犬がみたいな意味わかんないですけどね。はい、再生します。はい、可愛いですね。ちょっとこれ今微妙だったんでまた今みたいに調整します。この左下で、だからここで言うと、この辺り使いましょう。はい、そうするとこれで再生今のしていくといいですね。はい、こんな感じでできていきます。はい、あとはまあ自由にテロップや写真とかを入れていくとこういう風にできるという風に思ってください。はい、まあ、後半にもこんな感じで入れます。はい、クレジットはおそらく先ほどのところでないと変更できないって感じですね。はい、でこれでまあ例えば完成したとしましょう。完成、はい、こちらにも撮影リストってあって、まあ、先ほどのように何枚か、何枚入れればいいのかっていうのを確認することができます。はい、いいでしょう。はい、で最後に書き出しですよ。で書き出しの時にこれだけをクリックして書き出しって押すとちょっとややこしくなるので、この外側をクリックしてこの辺りですね、解除しておくことをしておいてください。で、最後に書き出しっていうのはそこでようやく動画の完成ということになりますので、書き出しを忘れずにやってください。やる方法としてはこの右上にあるこちら、これをクリックします。そこで、いろんなこんなあるんですけども、ファイルを書き出すと押します。はい、でこれでここの画面のモニターがあるんですけども、
左から順にこうマウスをかざしていくとこんな感じで今作ったものが確認することができます。まあ、後半はですね何も入れてないのでこんなまんまですね。はい。で、ここで、上から順にねやっていくと、このビデオはテルフィルム2、まあ、この辺はスルーしてもいいですね。はい。でフォーマット、これはビデオとオーディオをチェックが入っていることを確認してください。オーディオのみだとその名の通りもオーディオのみになってまうので、これでお願いします。そして解像度、今現在 1080p ですけども、もうこの一番下の 1080p を選択してください。これが大きければ大きいほど、まあ、解像度が、まあ、画質が綺麗になると思ってください。そして品質最高ですけども、これも高いだったら最高にしてください。はい。そして圧縮も高速から品質優先にしてください。まあ、これらをすることによって画質が一番いい状態で書き出しすることができます。これが例えば高いとかだとちょっと画質が落ちるとかっていうふうに思ってください。その分最高にすれば、実際に書き出しする時間がちょっとかかったりするんですけども、でもやっぱり綺麗な方がいいと思うのでこの設定でしておいてください。あとはもうこの次へ、そしてデスクトップを保存。そうするとこちらの右上にあるこの丸がですね、パラメータのようにこういうふうに今現在の書き出し時間を示してます。はい。もうちょっとですね、あと半分、まあ、1分ぐらいの動画なんですごく早いですね。はい。まあ、これはパソコンのスペックによってもこの時間は変わってくると思います。はい。ということでできちゃいました。ではですね確認しましょう。はい、これです。再生します。どうでしょうか。はい。森を走る白いワンちゃんっていう感じですよ。これがもう今まさに作ったやつで、はい、森の主が見つめる先に、はい、どうでしょうか。これ全部今回の映像はですね著作権フリーの映像を使ってます。2匹の野良犬がということで、おー、可愛いですね。はい。ちょっと日本語はおかしいですけど、まあこんな感じでできるよということで、今回の内容は以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回はこの iMovie の動画編集ソフトを使って予告編というものを作ってみました。どうでしょうか。これだったら、今使い始めの初心者の方でも、もう写真と動画を当てはめるだけで、こんな感じで簡単に動画を作れちゃうかなと思うので、まずは動画を作ってみたいなとか、結婚式の余興の動画作ってみたいなという方は一度作ってみてはいかがでしょうか。ということで今回は以上となります。今回の動画が少しでも参考になったよと思っていただければ、ぜひグッドボタンお願いします。その他に、今回の編集の中で気になったことであったりとか、例えば iMovie ってこんなんできんのみたいな、コメントがあればぜひコメントもお願いします。今後もこの iMovie の動画編集ソフトを使って、チュートリアルを上げていきたいなと思うので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。